俺がいるからユーナは心配いらないっすよ。ビスマルクとかっていうミラージュは俺が倒すから。あの、ありがとう。でも私も一緒に戦うから一人で気負わないでくださいね。了解っす。でもさ、俺たち何かと縁があるよな。運命の赤い糸ってやつだったりして。もうティーダさん何言ってるんですか。私たちは強力なミラージュを倒しに来たんですよ。ごめんごめん、冗談だって。強い敵だからこそリラックスが必要かなって。んじゃ、いざ出陣っす。キスティスさんのお話だとビスマルクはこの辺りにいるようですけれど。そういえばビスマルクって白き悪魔とか言われてるって聞いたけど、悪魔と白ってあんまりイメージ合わないよな。ほら、白きユーナと黒きユーナだったら黒きユーナが悪で白きユーナが正義っぽくない？ティーダさん、そんなこと言ってる場合じゃないです。それより万が一の時のことを決めておきましょう。もしもビスマルクに勝てない時は私のバルファーレで陽動しますから。ティーダさん、あのさユーナ、今から勝てない時の話すんのやめない？負けてからでは遅いじゃないですか。でも安心してください、私が召喚士として必ず守ります。だからさユーナ、そんなキリッとかっこよく守るって女の子に言われる男の気持ちがわかる？男心ってやつがさ。え？男心ですか？ いえ、今はそんなこと言ってる場合じゃ。召喚士たるもの、人々の助けとなるものだろ。男心を理解せずしてみんなを助けることができるかどうか。確かに。つまりティーダさんが言いたいのは人の心を理解するということですね。そうそう、男心とはそう簡単に理解できるもんじゃないが、ま、要点をかいつまんで説明しよう。つまりはモテたいってこと。もうやっぱりふざけてるんじゃないですか。だってユーナが真面目に受け取るから面白くなっちゃって。なんだか私まで力が抜けてきました。そうだよ、それでいいんだって。どんな旅も戦いもできるだけ楽しく行きたいじゃないですか。ねえねえ、これ見て見て、ユーナはできる？すごい、綺麗に音が出るものなんですね。あ、それちょうどいいです。え？はぐれてしまった時や何かあった時の合図にしましょう。私、助けに行きますから。ほんと、ユーナは自分が誰かを助けることばっかり考えてるんだな。でも、ユーナは吹けるの？私は吹かないですから。助けを求めたりしません。なんでだよ、召喚士だってユーナだって困った時は助けを求めていいんだよ。でももうティータさんには十分助けてもらいましたから。何度でも助けるって、回数制限とかなしっす。君って本当に。お、来たっすよ。げ、水も一緒に来ちまったぞ。そういう結界を持ってるミラージュみたいね。水の中の薬、中まで引きずり込まれた時のために用意しておいてね。了解。Okay.
頑張ったかな。なんとか勝てたね。あれ、ティーダさん、まさか戦闘の時に。ティーダさん、ティーダー、そんな、だってさっきまで指笛吹いたらいつもみたいに笑って出てきてくれるの？やっぱりうまくできないよ、ティーダ。いてとどめの一発でだいぶ吹っ飛ばされちゃったっす。ユナ、大丈夫ですか？怪我は？もう心配したっすよ。私は平気っす。よかったっす。じゃ、戻るとすっか。うん、戻ろう。